プラスワンとご機嫌テレビの共同企画、岩手元気丸です。プラスワンの今日のテーマは食育です。食生活を見直したり、食文化に対する理解を深めたりするものです。江口キャスターに伝えてもらいます。はい、今日は3月19日ですが、毎月19日は食育の日です。9年前に作られた国の計画に基づき定められました。今日紹介するのはこの食育に取り組む保育園です。幼い頃から健全な食習慣を身につけてもらおうと、ユニークな食育に取り組み、今年度県から表彰を受けた雫石町の保育園を取材してきました。しーちゃん、あのね、人に箸向けちゃダメ。雫石町の西山保育園です。食べることの大切さを楽しみながら学んでもらおうと、4年前から食育に力を入れています。取材にお邪魔した時開かれていたのは月に一度の食育集会。このほか子どもたちは自分で野菜を育てて収穫に挑戦しているそうです。この日は野菜に関するクイズが子どもたちに出されていました。穴の開いたレンコンは浮くでしょうか、沈むでしょうか。沈むと答えたのは4人だけ。ほとんどの園児が浮くと答えました。浮くでしょうか、沈むでしょうか。かぼちゃは浮くでしょうか、沈むでしょうか。デリン、なんで、なんで浮きました。野菜に関する子どもたちの興味が自然に湧くように工夫されています。またユニークな体操では食後の大切なことを歌います。この保育園ではこうやって食育をしっかり教えていこうって始められたんですか。3歳から5歳のところで、あの、楽しさを、食べるってこんなに楽しいんだなっていうところを、あの、みんなで覚えてもらえたら、あの、小学校中学校に行ってもつながっていくんじゃないかなって思ってます。食は健やかな生活の基本。子どもたちに理解を深めてもらおうという取り組みが続いています。雫石町の西山保育園の取り組みをご紹介しました。この中にありました水に野菜が浮くか沈むかというクイズ、あの、泥や土の中に育つ野菜は水に沈んで、土の上で育つ野菜は水に浮くそうなんです。例外もあるようなんですが、大きさや形ではないんですね。こういったクイズをやることにより、子どもたちの興味を深めてもらうことで、この西山保育園では苦手だった野菜を頑張って食べるようになった子どももいるそうです。さて、こちらをご覧ください。全国的に子どもの食生活の乱れが問題となっていますが、文部科学省の調査によりますと、岩手の子どもの肥満傾向は男女とも6歳から17歳までの年齢すべてで全国平均を上回っています。その中でも16歳の女子の肥満の割合は全国ワーストです。冬場の運動不足や生活習慣の乱れが原因だと見られています。食事は体づくりや心を豊かにすることに大切だということを幼い頃から身につけておくことが大事です。今日は食育をテーマに保育園の取り組みをご紹介しました。いや、野菜があの水に浮くか沈むかって、あれだけでね、あんなに盛り上がれれば、そうですね、子どもたちも野菜好きになりそうですね。まあ、興味を持つことがまず大切だと思うので、すごくいい取り組みですよね。何か改めて野菜のパワーを感じたような気がします。はい